戦終了で J リーグ復帰。ポルトガル一部カーザピアに所属する相馬勇紀が今季限りで退団すると、同国メディアレコードが報じた。同メディアは、日本人ウィンガーは、デニカザーピアに別れを告げて、日本に帰国したと伝えた。グランパスの右も左も手薄なんで戻ってきて。ドラファンとしては嬉しいような残念なような。年齢的なこともあるよな。27だもんな。山中が怪我したし、名古屋に復帰してまた海外からのオファー待ってもいいんじゃない？グラサトです。戻ってきてほしいが半分。海外移籍でさらなるステップアップを望むのが半分。ポルトガルはサッカーそのもののレベルやサポーターの熱量はいいけど、移籍先としては微妙。ポルトガル国内で評価があれば欲しいクラブはあるような気がする。相馬は今名古屋に帰るのはキャリア的にもったいないかな。まだ代表も諦めていないだろうし、欧州にこだわってほしい。相馬は期待していた分、思ったほど成長していないな。代表レベルでは周りの選手と見劣りする。とりあえず、あと半年はまだグランパスとの契約が残ってるよね。ヨーロッパへのステップアップ完全移籍オファーを待つにしても年齢、実績的に期待値込みでの高額オファーはなかなかないかも。ダブルハイも含めて夢を追いたいだろうけど、割り切ってグランパスで頑張ってほしくもある。名古屋に帰ってこないか？相馬の居場所はここにあるよ。